どうも、イズです。今日は今までやってよかった美容施術、美容外科の美容施術の、お話をしていきたいと思います。ちょっとこれやらなくてよかったなとかいまいちだなっていうものも忖度なく紹介していくので、ぜひ参考になれば幸いです。ではまずやってみてよかったものを紹介していきます。はい、まずやってみてよかったものナンバーワンは、歯のセラミックです。歯のセラミックは、強烈美容歯科さんでやりました。で、一番ナチュラルなすごいちょっと高めのやつをねやったんですよ。1本いくらだったっけな、合計で300万ぐらいかかったかも、前歯だけ で。そのやった理由としては、私は永久歯が2本足りなかったんですよ、もともと。たまにこういう人いるらしくて、もともと乳歯が抜けた後に生えてこないっていうタイプの人間ですね。私はそのタイプだったんですけど、なので歯列矯正だとどうしても足りない、2本歯が足りないので、まあどうしてもスキッパになってしまうっていうところがあったので、私はセラミックで形を整えました。で、歯を変えるってなると結構その時間もお金もすごいかかるし、なんせメンタルが割と持っていかれます。で、昔強烈さんでやる前はすっごいね、まあまあ有名な歯医者さんで歯を治したんですけど、私歯ぎしりすごいするので、そこで治した歯に関しては速攻で1ヶ月経たないぐらいでセラミックかけました。でも強烈さんの歯は1ミリも欠けてないですし、ボトックスもね変わらず売ってるんですけど、まあ、しっかり頑丈な歯を手に入れたっていう感じかな。割とお医者さん選びというかクリニック選びは本当慎重にやらないといけないなと思って、で、最初にやったのは、私がやったのは美容外科じゃなくて本当の歯医者さんでやったんですよ。で、歯医者さんでやったんですけど、結局その美しさを追求する人、なんかその歯のことメインっていうよりも顔全体のイメージとかを汲み取って理想に近づけてくれるっていうのは、やっぱ美容外科と併設されてる強烈美容歯科さんだったりとかいう歯医者さんはすごい強いなっていう印象がめちゃくちゃありました。美的センスがね、そもそも感覚が違うのかなっていう、歯をきれいにすることと顔全体の雰囲気を考慮してこの歯をデザインするっていうのとまた違ってくると思うので、私は美容外科さんと併設されてる歯医者さんがすごく良かったのでちょっとシェアします。で、よくコメントとかで歯直してますかとか、歯セラミックですかとかよく聞かれるんですけど、もう毎回答えてたらキリがないのでここでちょっと全部お伝えしてます。やっぱ歯を直してから顔の印象もすごい明るくね、笑顔とかがすごい印象が変わったりとか、女の子ってやっぱ笑った顔が素敵とかねよく言うけど、やっぱりその人から見られるどうこうじゃなくて、自分が自信を持って笑えるか笑えないかだけだと思うんですよ。人からどう思われるかなんて別に関係ないから。だけど私は歯を直してから思いっきり笑うことが楽しくなったし、やっぱり最初にちょっとでもね、お金をかけてでもそこを直すことに結構価値はあったんじゃないかなって思います。はい。そもそも美容ってね、自分の心を元気にしたりとか、なんか自分自身が元気になって嬉しくなってテンションが上がるっていうものだと思うので、なんか、人にどうこう言われるからこれが気になるじゃなくて、自分のなんか心にいいなっていうのはすごい感じます。はい。で、続いて、お肌の施術でいうとルメッカっていうものがすっごく良くて、ルメッカって何かっていうと最新の光の肌治療です。で、今まではフォトフェイシャルとか、フォトフェイシャルフラクショナルレーザーみたいな言ってたやつが、めちゃくちゃ進化してルメッカっていう施術で今なってるんですけど、何がすごいかって、今まで10回ぐらいしてた、6回ぐらいしてたピコを1回分でできるみたいな施術なんですよ。で、まずピコって反応しないものが結構多かったりとか、小さすぎるなんかほくろとかには反応しなかったりとか、ほくろっていうかシミかには反応しなかったりとかっていうのがまあ普通なんですけど、ルメッカは結構そういうのにもしっかり反応してくれるし、まだ出てないシミとかも浮き上がらせてちょっと飛ばしてくれるというか、
で、私もこの間1ヶ月ぐらい前にルメック初めてやって、最初の3日ぐらいでバーってちょっと黒い点々が出てきたんですよ。で、わ、ちょっとコンシーラー厚めに塗らなきゃぐらいで済んだんで、別になんかダウンタイムっていうダウンタイムは特に感じてないです。まあ、ちょっといつもよりコンシーラーとかファンデーションを気をつけて塗ればいいかなぐらいで、で、効果としてはもう過去一でした。本当にずっと気になってた、まあ、ちっちゃいなんかほくろみたいな、ほくろみたいに見える小さいシミだったりとかが一気に飛んだので、まあ、これもね、回数2回3回4回って重ねていくともっと綺麗になると思うんですけど、まずダウンタイムもないし、施術はね、ちょっとだけ普通のピコと比べると、うんとね、芯に来る痛さっていうか厚さっていうのかな、うん、ちょっとなんか芯に来る感じです。なんか鈍い感じの痛みなんですけど、その分効果は絶大なので、私はこれは我慢できます。全然で、まあ配布とかと比べると全然痛くないし、ちょっとこの話も後でするんですけど、まあ全然あの許容範囲、全てのバランスで見てもルメッカ最強説っていうのが最近の私の肌治療の中では一番良かったですね。ここ2、3年はフェルティティができてからほとんど肌治療っていうのはしてません。なんですけど、シミっていうのは美容外科じゃないと取れないので、やっぱりシミをやっつけるってなると、もうルメッカが最強です。で、4日目ぐらいに一番ピークになった時に写真撮ろうかなと思ったら、もう4日目でピーク過ぎ出て、ほとんどめちゃくちゃ薄くなってるんですよ。だから最初の3日目ぐらいでピークが、シミが浮き出てくるピークが来るかなっていう感じです。はい、続いてもう一個やってよかったもの、ボトックスです。ボトックスは私エラと肩に打ってるんですけど、いつもまず肩こりがめちゃくちゃ楽になるので、肩に打つと本当におすすめです。で、まず肩のボトックスだと、その顔ほど、まあ、クリニック選びにも悩まないし、まあ筋肉がね、ちょっと弱くなるっていうだけなので、そこの筋肉の張りが取れて、ここの首元っていうか、このラインもね、すっきりしますし、何よりもマッサージ台が浮きます。なのでマッサージ週1で行くとかいう人がボトックス打った方が、コスパ的に考えても時間的に考えてもまあいいかなって思います。で、エラのボトックスに関しては、本当に私、さっきもね、歯の時に言ったと思うんですけど、寝てる時の食いしばりが本当にひどくて、で、歯がいつも欠けちゃうからマウスピースをね、ずっとしてたんですけど、マウスピースをしていたとしても顎関節症になる手前ぐらいまで食いしばりが強くて、コキコキ言い始めたんですよ、ある日突然顔が。で、朝起きると顔が痛いっていうのが毎日だったから、そこをもうどうにかしてほしいって歯医者さんに言ったら、もうあなたボトックス打たないとこれ治らないからボトックス打ちなさいって言われて、そこからもうね、2年ぐらいかな、3ヶ月とか4ヶ月に1回のペースで打ち続けてますけど、どんどんね、やっぱり顔も小さくなるし、エラもね、全然もっとここぐらいまでエラ張ってたんじゃないかな私、うん、だし、あと本当にストレスフリーというか、仕事しててもグッて噛み締めちゃう時もあるんですけど、集中しすぎて、その噛み締めた時の辛さというか、一日の終わった後の疲れ方が全然違うので、本当にボトックスはちょっとなんか緊張しちゃったりとか、力みやすかったりとか、寝る時に歯ぎしりしちゃったりとか、食いしばっちゃう人は本当にやった方がいいです。ただボトックスに関しては本当に主治医の先生の腕によるので、どこで見極めるかって、どれだけ打ってるかっていう今までの実績として、注射が得意な人っていうのは絶対に、ね、クリニック探せばいるので、私はビアンカクリニックのユウ先生にいつもお願いしてて、本当に上手なので、まず失敗もないし、本当におすすめです。で、もう一つユウ先生にお願いしてるのが、ここのヒアルロン酸、ここね、私すごい頬がこけちゃって、大人になると頬骨がもともと出てる人って、ここがね、こけてちょっと老けて見えるっていう印象になるので、一回それをゆうちゃんに相談したら、ここにヒアルロン酸を打つといいよって言ってもらったので、ここにヒアルロン酸を、2回打ちました。すでにそしたらめちゃくちゃなんか顔が若返ったよねって言われたりとか、顔が柔らかくなったよねって言われることが増えたので、もし顔がきついって悩みがあったりとか、まあ、ちょっとイメージをふんわりさせたいっていう方は、ここにね、ヒアルロン酸入れるのがめちゃくちゃおすすめです。で、今のヒアルロン酸ってめっちゃ進化してて、1年ぐらい持つんですって。
だから私はね、最初、私多分すごい抜けやすいタイプだったらしくて、最初は半年で打ち直したかな。で、2回打ってます。なんですけど、まあ体質によりきりだけど、一般的には半年持つって言われてます。ただ、ヒアルロン酸は、私はボトックスもヒアルロン酸も麻酔なしでやるんですけど、ちょっと冷やしてもらうぐらいでやるんですけど、本当に、ヒアルロン酸で、ね、なんかね、メキメキメキっていう。なんか顔に入れる時になんかブチブチブチっていうっていうか、ごめんなさいね、怖がらせる気はないんですけど、本当にそういう音がします。なんですけど、ボトックスはなんかズーンってちょっと痛いぐらい、針刺されてズーンぐらいなんで、特にビアンカのボトックスは本当に痛くないです。だけど多分ね、私はもう麻酔しないけど、麻酔も言ったらしてくれると思います。で、ここのヒアルロン酸は本当に痛い、本当にこれは痛い、でもめっちゃ可愛くなるから、これは私は許容範囲内です。はい。で、目は私目はねやってないんですけど、目はっていうか切ったり、ここ切ってどうこうするってのやってないんですけど、なんかその目の埋没は、埋没とか切開、埋没はまあでも全然やり直し聞くんですけど、切開に関しては本当に先生を選んでやられた方が絶対にいいので、本当にこれを見てる皆さん、先生選びだけは本当に慎重にお願いします。で、続いて、ちょっと私が苦手だったよっていうか、まあやらなくてよかったかなって思うものもうちょっと紹介していきます。じゃあまずお肌で言うと、ダーマペン、ハイドラフェイシャル、はい。で、この2つに関しては、ニキビの例えばクレーターで悩んでるとか、まあ、とにかくもうちょっとボコボコを直したいっていう方とか、毛穴汚れがめちゃくちゃ気になるとか、もう常にツルツルに、もっとツルツルになりたいっていう方とかはめちゃくちゃいい施術だと思うんです。施術自体は素晴らしいものなので。で、PRP っていう自分の自分の血液から再生因子を作り出して遠心分離器かけて、でそれをダーマペンの後に塗り込んでいくとかいう、結構ね手間がかかってて技術が必要な施術だと思います。私もダーマペン何回かやったんですけど、私に合わなかった理由これしかないんですけど、肌がめちゃくちゃ薄いんですよ。で、めちゃくちゃ敏感肌だから、肌が薄い人がダーマペンで削りすぎちゃうと、もうめちゃくちゃデリケートなまんまの肌になっちゃうので、めっちゃニキビできるんですよ。なので、私はダーマペン昔やった時、3年4年ぐらい前かな、やってた時は毎回ダーマペンとか終わった後にニキビができてました。それはハイドラフェイシャルも同じで、ハイドラフェイシャルも結構お肌の汚れをねバーッと取って綺麗に一時的になるんですけど、その後私は敏感肌だし肌も薄いから、余計ね肌が頑張って油を出そうとしてめちゃくちゃニキビができちゃうっていう状態になっちゃってました。なので、まあニキビ治療にはダーマペンとかハイドラっていう結構おすすめされたりとかすると思うんですけど、私はちょっとこの2つやったら余計悪化しちゃったので、私には合わなかったっていう施術ですね。続いて、ハイフめちゃくちゃ私好きで、まあ、定期的にやってたんですけど、最近全くやってなくて、理由としてはとにかく痛すぎる。めちゃくちゃ痛いんですよ。で、物にもよるんですけど、ハイフシャワーっていう、渋谷の森クリニックで私はハイフシャワー定期的にやってるんですけど、ハイフシャワーは、お肌の層の中の一番浅い部分に打つので、全然痛みは、小さいです。なんですけど、めちゃくちゃ痛いのが普通のハイフなんですよ。で、普通のハイフに関してはもう熱くてなんかズーンってくる痛みがとにかく辛いので、私はあれを耐えるぐらいだったらもうやらなくていいっていう感じになりました。なんか私の場合は痛みがすごい苦手だったけど、得意な方はぜひやってもいいかなって思います。ハイフ自体はね、もう最高に可愛くなるし、めっちゃ綺麗になるんですけど、痛みが、医療が進化してなくなればいいなって思ってます。はい。やらなくてよかったかなって思う施術もう一つありました。脂肪溶解注射っていうやつを何回か、3回かなやったんですけど、全然効果がなくて、以前やった時にね、今出てるものはまあさすがに効果が
見やすいものが結構出てるのかなと思うんですけど、私の場合は本当にほとんど効果がない、プラスダウンタイムがすごくて、めっちゃ腫れる、顔の腫れが1週間ぐらい あったので、私はもう脂肪溶解注射がもういいかなって思いました。結構ね腫れるんですよ。なのでもしやられる方はダウンタイム取れる時か、マスクしてても違和感ない時にするといいかなって思います。はい、もう一個やった方がいい施術、これ一番言いたかったのに思い出した。はい、一番やってよかった施術、歯に続いてよかったのが全身脱毛です。本当に全身脱毛は本当に医療でしっかりやっちゃった方が後々自分が楽だし、最初はすごい高いけど、結局効果で言うと、今までいろんな脱毛をやってきたけど、やっぱ医療の脱毛がすっごい私は良かったです。これもね、渋谷の森クリニックで最近はずっと行ってるかな。医療脱毛のいいところと悪いところどちらも言います。まずデメリットとしては、高いで、なんだろう、まあ、高いあとは、痛いです。で、腕とかは全然ね痛くないんですけど、やっぱ部位によって痛いところっていうのがあって、結局光とかエステ脱毛っていうのは威力が弱いからあんま痛くないけど、医療脱毛ってしっかり威力があって効果があるので、もうねバチーンって感じなんですよ。特に VIO と脇はめっちゃ痛いです、最初。なので特に VIO はね毎回痛いんですけど、本当にこれだけは我慢する価値があるぐらいストレスフリーになるので、もうぜひ女の子は、まあ、気になる方も多いと思うし、例えばちょっとうっかり今日薄着だったけど剃り忘れちゃったっていう時とかに、やっぱ医療脱毛してるともう剃るっていう習慣がないので、私はもうね16歳から脱毛してるので、もう10年以上は脱毛してて、なのでほとんど腕とか足とかに関しては全くもう生えてこないです、うん、でたまにいろんなところ、まあ、各部位、うなじとか背中とかも全身やってるので、そういう時にあ、じゃあちょっと夏近いからうなじやっとくかとか、まあちょっと久しぶりに足やっとこうかなみたいな感じで、全身脱毛はもうたまにメンテナンスに行くぐらいっていう感覚ですね。はい、でまあ、いいところしかないです。要するにちょっと痛いしちょっと高いけど、あとはいいところしかないので、全身脱毛は本当全ての男性女性におすすめです。特に今の時代って男性も結構脱毛に行かれてる方多くって、でこの間もね男友達とそういう話になったんだけど、すっごいやっぱ男性でも増えてきてます、医療脱毛してる人で。皆さん口を揃えて言うのが、めっちゃ痛いけど本当にもう なしじゃ無理みたいな、ちゃんと行って効果があるからちゃんと通えるっていうことをよくみんな言ってます。なので私はまあ今彼氏いないんですけど、彼氏ができたら絶対色脱毛は行ってって言おうと思います。はい、というわけで今日は私のおすすめの美容施術のお話をさせていただきました。はい、参考、少しでも参考になれば幸いです。ではでは皆さん、楽しい美容ライフを送ってください。ではでは、またまたイズでした。バイバイ。